駆逐艦むつきー好きですぞーい。大正時代の1926年に駆逐艦むつきが長崎で竣工。当時のむつきの艦橋は下回りが鉄板で覆われている程度で、窓ガラスは愚か屋根すらなかったそうな。とは言ってもその時代としては常識的な駆逐艦の艦橋とも言われています。むしろキャンバスの屋根を張れる分世界的にはマシな方だとも言われています。そんなむつきの一番発射艦はいつも大波をこうむることになり、ここに配属されるとひどい目に遭うことになりました。後にシールドが装備されて負担はそれなり軽減されています。このような構造だったため、むつきのような旧式駆逐艦の乗員たち、特に艦橋の士官の身なりはひどいものと相場が決まっていました。海水をもろに浴び続けるため、軍帽はくしゃくしゃで、軍服はヨレヨレになっており、首には海水よけのタオルをつけていました。足元は草履か古い革靴の改造スリッパでした。さらにそんな環境なので、ひどい水虫持ちになることもありました。夏などは下着シャツ1枚に雨がっぱスタイルで、環境はやっぱり涼しいなと済ましている人もいたとか。それだけ思い切り羽を伸ばす余地が彼らにはあり、乗員たちも家族のように仲が良かったそうです。お行儀や型にこだわらない典型的な水雷や気質が息づいているのも、むつきのような旧式駆逐艦でした。第四艦隊事件が発生。そんなむつきも1935年の演習中に、第四艦隊事件に遭遇。台風による強い波で艦橋が損傷、航海長が頭蓋骨圧迫で殉職してしまいます。さらにむつき自体も一時操舵不能となって、遭難しかけます。ですがとある水兵の一人が、嵐の中を命がけで最後部の第三兵員室まで向かい、人力操舵装置を操作して、なんとか最悪の事態は避けました。太平洋の島、ウェイク島での激戦について、大東亜、太平洋戦争の開戦と同時にウェイク島攻略作戦が発動されます。むつきは第18戦隊の軽巡洋艦、天竜、竜田、などと共に出撃。1941年12月8日の午前5時頃、96式陸上攻撃機34機が、ウェイク島を爆撃。ウェイク島の飛行場、砲台、飛行場に並んでいた F4F 戦闘機を損傷、破壊します。爆撃により、アメリカ軍の整備員はほとんど負傷しますが、彼らは必死で残った F4F 戦闘機5機の整備と、修理を行いました。その後も12月10日までに、日本軍は合計で3度の爆撃を実行。その頃にはアメリカ軍の対空砲火は熾烈となり、残存の F4F 戦闘機も必死に反撃。この間、日本側の攻略部隊は、幸先良い戦果報告のみを重視して、油断しきっていたのですが、アメリカ側では、残存の F4F 戦闘機を爆弾が持ち上げられるように改装し、即席の戦闘爆撃機に仕立てて、日本の攻略部隊を待ち受けていました。上陸作戦と艦砲射撃。12月10日の夜、65号潜水艦に誘導された攻略部隊は、ウェイク島沖に到着。暗闇を利用しての上陸作戦計画でしたが、その日は波が高く、荒波によって上陸用船艇1隻が、味方の船に叩きつけられて使用不能となり、さらにもう1隻も転覆。そこで攻略部隊は、上陸を一旦延期。巡洋艦や駆逐艦は島に接近して艦砲射撃を行うことを決定。ところが翌日、アメリカ軍指揮官がその日本軍攻略部隊を発見。日本の軍艦から遠距離砲撃されることを警戒し、ギリギリまで射撃をしないよう、部下たちに厳命しました。そうとは知らず軽巡洋艦、夕張、天竜、竜田、と駆逐艦部隊が島に向けて砲撃を開始。そしてこの近づいてきた日本の攻略部隊に対して、ウェイク島の砲台が反撃を開始。この反撃はウェイク島の米軍砲台を叩き潰した、と信じきっていた日本の攻略部隊を驚かせました。ウェイク島の A 砲台が機関の夕張を砲撃すると、夕張は煙幕を展開して、南へと撤退。近くのピール島の砲台でも駆逐艦、むつき、弥生、が交戦しており、2隻は煙幕を展開して退避しました。しかしウィルクス島沖で砲撃を行っていた駆逐艦、はやて、は陸上砲台の攻撃により轟沈。
待避中の攻略部隊付近には、一旦下ろしていた上陸用船艇、ダイワツがひしめき合い、艦が密集し身動きが取りづらい状態でした。そこへウェイク島の砲台から砲弾が次々と降り注ぎ、F4F 戦闘機も攻撃を繰り返しました。ムツキを含む日本側は砲戦開始から20分も経過しないうちに、司令官が撤退命令を出し、攻略部隊は砲台の射程外へ退避。そこへアメリカ軍の F4F、戦闘機4機が、弾薬と燃料の補給を繰り返しながら9回も出撃してきました。F4F の部隊は逃走する軽巡洋艦、夕張、天竜、竜田、を爆撃。さらに攻略部隊各艦と共に待避中だった駆逐艦、キサラギ、も襲撃されます。F4、戦闘機の約45キロの爆弾一発が命中し、キサラギは爆沈してしまいます。攻略に失敗した日本軍は、戦力を増強して数日後の12月21日、第2次ウェイク島攻略作戦を開始。この攻略作戦にムツキはいませんでしたが、空母、双竜、飛竜、などの艦隊が出撃。12月24日までに、ウェイク島の占領に成功しています。ラエ、サラモアへの空襲。ムツキにキサラギとハヤテの喪失を嘆く猶予は与えられず、ラバウル攻略、ニューギニア方面作戦、サンゴ海海戦、ガダルカナル島作戦などに参加。1942年3月8日から始まった、パプアニューギニアへのラエ、サラモア攻略作戦では占領を支援。しかし3月10日に、アメリカ空母艦載機による大規模な空襲を受けます。ニューギニア島東部に展開していた日本海軍に、アメリカ空母機動部隊が攻撃を開始。さらにオーストラリアから飛来した、アメリカ陸軍の B-17 爆撃機も攻撃に参加。13隻中4隻が沈没。その他の艦艇も損傷しましたが、ムツキには被害はありませんでした。アメリカ軍の反撃と、ガダルカナル島。8月7日にアメリカ軍はガダルカナル島に上陸し、南太平洋で本格的な反攻に転じます。日本陸軍はガダルカナル島奪回を目指すも、上陸した部隊が壊滅。そこで日本海軍は、空母機動部隊でアメリカ軍を牽制しつつ、陸軍の増援でガダルカナル島を奪回する作戦を立てました。しかしアメリカ軍はすでにガダルカナル島のヘンダーソン飛行場を急増して運用を始めており、ヘンダーソン飛行場から出撃する航空機は日本軍にとって厄介な存在でした。8月24日の第二次ソロモン海戦でアメリカ機動部隊が退避した後も、ガダルカナル島周辺海域の制空権を完全に掌握していました。飛行場砲撃並行。そんなこんなで駆逐艦、ムツキと弥生、磯風、カゲロウ、川風はガダルカナル島へ出撃。厄介なヘンダーソン飛行場を10分間ほど砲撃。ムツキを含む5隻は砲撃後に北上し、ガダルカナル島上陸を目指す日本軍部隊を乗せた輸送船団との合流を目指します。その途中、ムツキは F4F 戦闘機の機銃掃射を受け、乗員3名が負傷しています。それでも翌日には輸送船団と、それらを護衛する第2水雷戦隊と合流。しかし直後の6時5分、日本船団と護衛艦隊は、ヘンダーソン飛行場からの、SBD ドーントレス急降下爆撃機8機の、奇襲を受けます。奇襲によって軽巡洋艦、神通、と輸送船、金龍丸、が被弾、炎上しました。被弾で戦闘不能になった神通は、他の軍艦と共に船団を離脱。一方で金龍丸では弾薬に炎が燃え移り、もはや消火もままならない状況となったため、処分が決定します。救援と処分のため、ムツキが金龍丸に接近。ところがムツキは、飛来してきた B-17 の爆撃を受けて、後部に被弾。それでも金龍丸の乗員や、海軍陸戦隊の隊員を収容することに成功。そしてムツキは魚雷を発射して、金龍丸は8時53分に沈没。処分されました。金龍丸の沈没から約1時間後、ムツキも損傷により沈没。ムツキの乗員40名が戦死、11名が負傷。沈没した金龍丸と、ムツキの乗員及び陸戦隊隊員は、駆逐艦弥生などに救助されました。ご視聴ありがとうございました。動画の他に、リアルチート野郎シリーズ、っていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。